どうもどうも、中野実験室です。マインクラフト実況です。今日は引き続き、サトウキビ畑、オブザーバーを使ったサトウキビ畑の続きをやっていこうかと思います。この動画を公開する頃には、私の YouTube チャンネルは、収益化が終わってることになってると思うんですけど、まあ、チャンネル登録者1000人を目指して、引き続き、まあ YouTube およびマインクラフトを楽しんでいければいいなと思っています。実際のところ、まあ今1月31日に収録してるんですけど、4月ぐらいまでは、動画をアップロードしない方針で、進んでますので、果たしてどれぐらい、その時までにチャンネル登録者が減ってるのか、はたまた減ってないのか気になるところですが、まあ春になってから、心機一転して頑張りたいと思っています。サトウキビ畑をどこに作るのかっていうのは未だに悩んでることなんですけど、まあ一つの結論として、村外れに作ろうかと、思っています。まあ、できたら旧サトウキビ畑、バグ技を使ったサトウキビ畑の、ここですね、そばに作ろうかとも考えてたんですけど、まあこの辺いろいろと混み合ってますから、ちょっと違う場所に作るのもいいのじゃないかなと思っています。まあ村の外れ、こっち側じゃなくて反対側ですね。このレールが、今司書と、政治家が隔離している浮島に向かってますので、このレールもまあうまく利用できるような場所に、作ろうかと思っています。例えばこの辺は墓地を作ったんですけど、墓地を作ったんですが、まあ例えばこの墓地の隣とかでもいいかもしれません。まあロケーションなどを考えて、ぼちぼちと作っていこうかと思います。まるで山間というか適当な発想なんですけど、この辺にサトウキビ畑を作っていこうかと思いました。完璧に山間です。この島に向かうレール沿いに、作ると、まあ何か便利なんじゃないかっていう、算段です。うまくいくかどうかは分かりません。この辺りに作ると、モンスターが湧く可能性が高いと言いますか、その危険性も十分にあるので、モンスターが発生したとしても、この場所を起点にして、モンスターが村内に入り込まないような工夫は必要だと思います。しばらくはこのハーフブロックで場所作りをやる感じですね。まあいいでしょう。建築をやる上で、マインクラフトだとこういうふうに問題なく、ブロックがくっついてますけど、まあ実際の世界にあったならと、
モンスターだー。いや、言ってたらこれですね。そしてあいつはどこに行ったのか。まあ、ほっときましょう。あ、来ました。子供ゾンビは、太陽光ダメージを食らわないというのは僕は一種のバグだと思うんですけど、まあそういうことなんでしょうね。当たり判定の関係なのか、もともとそういう設定なのかはよくわかりません。これは危険です。危険ですけど、まあいいでしょう。せっかくなので、あの向こうの端までくっつけてしまいましょうか。ちょっと関係のない話題を挟んでみますが、昨日パチスローをやりに行って、5000円ほど負けました。まあ夜から見に行って、非常に合算のいいジャグラーがあったんで、まあこれは打った方がいいだろうと思って、で、まあ閉店時間もあるんで5000円だけやって当たればいいなと思ってやったんですけど、恐ろしいですね。20円スロットってほとんどやらないんですけど、5000円、つまり250枚なんていう枚数は、瞬く間に消えていきました。まあ勝負してみてよかったのは、合算のいいジャグラーを狙ったからといって、まあ、当たるわけじゃないっていうのは、まあ当然ちゃ当然なんですけど、難しいですね。例えばそれが昼頃に見つけたんだったら、5000円でやめるんじゃなくて、もっと長い間勝負することになったかもしれないんですけど、まあ、逆に言うとまあ5000円以上追わなかったっていうのはまあいい判断だったなと思います。まあジャグラーって1回のビッグボーナスで310何枚出ますから、まあ、5000円だから、6000円となると300枚でして、まあ、それ以上の、投資になってくると、まあ、当然、1回の当たりとかで、使った枚数を回収できなくなりますから、もうやり続けることが、まあ、約束されるというか、やり続けるしかなくなるわけですね。そうなってくると、まあ結構、厳しい世界になってきますから、5000円であって、もし5000円の間に1回でも当たったら、プラスで買えれる。まあそういうような気持ちでやってました。まあでも、今思うと、別に合算がいいからといって、設定6だったとか、そういうようなのは、まあ甘い考えなんだなと、思います。ああ、でも、絶対に中間設定以上はありそうな感じだったので、もっと長いこと打てたら、勝てたのかもしれません。でもまあ、ハイエナでパチスロやろうと思ってるのに、A タイプで合算で判断するっていうのはまあ非常に危険なんだなと、知ることができました。次は、レールを敷いていこうと思ってたんですけど、割と鉄不足ですから、ちょっと足りないですね、鉄が。どうしたものやら。ブランチマイニングをするなりして、鉄を集める必要があるかもしれません。
鉄の鉱石も残り49ですから、あんまり良くないですね、このまま。金はたくさんあるんですけど。レッドストーンブロックもまああると便利ですね。さて、とりあえず先ほど作ったところに、レールを引いてみましょう。またゾンビの野郎が歩いてきてましたね。困ったもんです。すごくこれは鉄が足りてないですね。よくないですね。ちょっと鉄鉱石を探しに行かないとダメですね。まあこの辺りのレールは今使わないんで回収しちゃうのもありっちゃありなんですけど、まあちょっと普通にブランチマイニングでもします。ブランチマイニングもしつつ鉄鉱石も焼いておきましょう。ブランチマイニングをしようかと思ったんですけど、ちょっとあんまりにも絵的に地味なので、ネザーを通じて、昔の拠点に行くことにします。ここは出発地点からかなり進んだ拠点なんですけど、昔冒険していた拠点に多分鉄とかがある程度残ってると思うので、ネザーを冒険して、昔拠点に、行ってみようかと思います。まあブランチマイニングするよりかは多分数があるんじゃないかと期待したいんですけど、その拠点に行ってたのもかなり昔のことなんで、どうなってるかは分かりません。鉄たくさんありましたね。ここは廃校の拠点にしてたとこなんですけど、ちょっと冗談じゃないぐらいに鉄があったので、昔の拠点に戻るのは、なしにします。ちょっとしばらく鉄に困らないぐらい鉄がありました。これはまあありがたくいただいていきましょう。まあマインクラフトあるあるかもしれないですけど、行かなくなったところに欲しいものが結構あったりするってやつですね。まあでも無駄遣いは良くないので、まあなるだけ必要最小限になるような感じでやっていきましょう。まあ昔の自分グッジョブっていう感じですね。こんなにも鉄を蓄えていたなんて。それでは戻りましょう。一番身近な金属ですけど、まあスポナーとかを使ってもなかなか、集めることができないっていうのが面白いですね。ネザーがある関係で金は実はゾンビピックマンを倒しまくったら金は結構集められるんですけど、鉄ではやっぱり今後苦労しそうですね。先ほどの、拠点にあった鉄もあれはやっぱり自分で掘って集めたもんですから、使っちゃうとまたいつか掘らないとダメっていうあたりが
大変そうですね。いやレールを引くのは楽しいですけど、使えば使うほど鉄を消耗するという事実で、なんだかちょっと胸がキュッとなります。やべえ音がする。一応ここは村内ですけど、何とも言えない緊張感がありますね。そしてなんだか予期せぬつながり方をしました。いや、これはトロッコを押したらどうなるんでしょうね。ちょっと押してみましょう。それあ、いいですね。いい動きをしましたね。これは採用にしましょう。そしてここに多分ここをトロッコの出発点になるでしょうから、このようにしておきまして、これじゃないんですね。このあたりはちょっとレッドストーン的な知識が試されるところですね。こうすると、ちゃんとパワーが通じると。そしてまあ大体動くところに目安を立てて、そしてまあここを贅沢にもレッドストーンブロックでいきます。レッドストーンブロックでいきますと言いましたけど、せっかくこんな普通だったらやりにくいところに作ってるわけですから、レッドストーンの節約ということで、トーチでいきましょうかね。やばい音がする。くそー、なんて危険なんだ。さっきのゾンビは、私を狙うか村民を狙うかで悩んだ挙句、村民に行こうとして死亡した感じですね。レッドストーントーチは、すぐ一つ上にも、レッドストーンのパワーを送れるので、ここはまあレッドストーンブロックを使いましたけど、このように動かしたいパワードレールのすぐ下に、レッドストーントーチを並べますと、間違ってました。間違っていたというのは、あれですね。ここが
ハーフブロックだからパワーがいかない感じですね。これもまあレッドストーンあるあるの一つだと思います。ハーフブロックは下が半分透明扱いですから、下が半分透明というかまあ湧き潰しとかにも使われるように、透明ブロック扱いの部分がありますから、レッドストーンのパワーも、伝達しないということですね。そしてまあちょっと並べましたんで、もう一度これがどこまでいくか見てみましょう。ずんといって、ずんといって、あのあたりまでいくと。ここに置いていきましょう。まあ先ほどと同じ要領ですね。ここだけブロックにして壊して。そしてまあ、まあ今更ですけど、ブロック使った方が早かったのは早かったですね。そして木材に不安が出てくる。そんなことになるのか。間違っていました。なんか鬱陶しいことになりましたね、これ。ちょっと一段高かったみたいですね。ちょっと木材がなくなったので、木材を取っていきましょうか。この植林場もそのうち移動する予定です。あんまり便利じゃなくなってきたっていうのがあります。木を生やさせるのはまあいいんですけど、なんでしょう。木を生やした、まあ結果といいますか、木を生やした結果として、苗木を回収しないとダメですけど、それをまあ待たないとダメっていうのがちょっと面倒ですね。なのでまあ苗木を何らかの形で回収できる仕組みとか、そういう風に切り替えようかと思っています。途中で木材が足りなくなってくるっていうのも、マインクラフトあるあるの一つですね。そしてこの辺がちょっと小賢しいことになってるので。そんなバカなっていう感じですね。はい、とりあえずもう一個できたので、また、ちょっと試運転してみましょう。それと。まあさすがに曲がりきらないですね。で、ここはまあもう
面倒なので、ここで加速させる風にしてみましょう。まあ、本当はトロッコが、どれぐらい動くかっていうのはまあ計算できるんですけど、まあ、私はその実測値でやるのことが多いです。まだ足りないか。なるほど、ここで3連にしてみましょうか。それこれはもしかすると曲がるときに減速するせいで、曲がるときの減速の方が問題なのかもしれませんね。とりあえずじゃあここはこのままに、これがどこまで行くかをもう一度見まして、ズンズンズンと、で曲がる手前までは行ってますから、じゃあここにしましょう。できたらパードレールも少ない方に越したことはないんですけど、まあいいでしょう。また同じ失敗をするところでした。今更ですけど、今更ですが、全部レッドストーンブラックにした方が直感的に分かりやすかったですね。まあ後の祭りです。順調に動いてくれてますね。ちょっと動きが緩慢な気がしますけど、まあいいでしょう。まあこれで良しとしましょう。では、ここから、下準備ができましたから、実際にサトウキビ畑を作っていくパートですね。このあたりはちょっと考えながらやらないと、間違えるので、まあ、物を準備しつつ、やっていこうと思います。とりあえず水と土がいりますね。取りに行きましょう。マインクラフトあるあるかもしれませんけど、欲しい時に土が足りない。まあすぐ集まるっていう印象が強いですけど、土は結構大事ですね。ブランチマイニングとかするときに、まあ邪魔になると捨てちゃうものの代表ですけど、まあ土は残しておくのに、残しておいて損はないと言いますか、あんまりボンボン捨てない方がいいですね。知らない間に緑色の村人がめっちゃ増えている。
ちなみに緑色の村人をニートと呼ぶような風潮はあんまり好きじゃないです。ただ職業が設定されてないというだけなのにニートって言っちゃうのはちょっと違うんじゃないかなっていうのが、私のまあ単純な感想です。さてサトウキビを植える部分を作っていきましょう。こういうレールで回収系のやつの注意点ですけど、まあ、基本的に土台部分といいますか、何でしょう、成長部分といいますか、まあサトウキビを育てるような場所っていうのは基本的に、まあ何と言いますか、後からこうレールを組むっていうのは非常にめんどくさいんですね。で、場所によっては基本的にできないっていうことがありますから、まあ先に作るのが間違いないと言いますか、どうしてもその他の農作物とかでも育てるところをメインに作っていきたくなると思うんですけど、回収する機構から作り出すのが間違いないですね。これもマインクラフトあるあるかもしれませんけど、まあチェストを置く場所も計画的にした方がいいっていうことですね。なんとなく置いてると後々作業で邪魔になってくるみたいな。そうですね、レールもちょっと張り替えないとダメな感じになってきましたね。ちょっと一列いらなくなった可能性が。このお馬さんがゆくゆく邪魔になってきそうな予感が今結構しています。とりあえず水を張ってみましょう。多くのマインクラフト動画で見るであろう無限水源を作りながら水を張っていく様子です。特に育てるだけだとこの流れてる水でも構わないっちゃ構わないんですけど、まあ水の音が発生するっちゅうあたりが、馬がすでに邪魔になる。農場がまあ完成した暁には馬が入り込まないような、仕組みも作らないとダメですね。はいと。じゃあちょっとサトウキビを植えときましょう。サトウキビ向こうに置いてありますね。
取りに行きましょう。いやー、こう毎日のように実況をアップしている YouTuber の人とか、本当にこの準備というのが動画撮影で重要になってくるっていうのは、まあ多少わかりますね。うん。私はそんなにその凝った編集をしてないんで、雑談しながらやってますけど、まあちゃんとしてると言いますか、YouTube で食べてるような人々は、撮影よりもやっぱり編集に時間をかけられてると思うので、うん、撮影時間が長引くというのは、ゆくゆくは収入を圧迫するような、そういうことになるんでしょうね。とりあえずちょっと植えときます。で、ここからさらに、水流を作りつつ、水流も作りつつ、サトウキビを植えるという作業が必要なわけですね。ここがサトウキビですから、ここを水にすればいいのかな。ちょっとこの列、レール引きましたけど、不要ですね。外していきましょう。まあ、下のレッドストーンもいらなくなるんですけど、レッドストーントーチもいらなくなるんですが、まあ面倒なので、そのままにしておきましょう。こうですね。大丈夫か。もうすでにトロッコのレールが最初に想定してたのとは違う動きになってますから、全体的な設計図というのは考えてやる必要はありそうですね。こう、ここに行って、ここまで来てくれればとりあえず OK。これはちょっと悩ましい。こうしましょうか。そしてこうしましょうか。ここはいらない。さて、ちょっと時間が、まあ収録の時間で1時間ぐらいになってきたので、一旦ここで区切って、次の動画に続けようと思います。次の動画は引き続きこのサトウキビの作業をすると思います。それではまたお会いしましょう。さようなら。